昨日 JR 松山駅のホームに東急のクルーズトレインザ・ロイヤルエクスプレスが到着しました。濃いブルーに彩られた車体にゴールドで綴られた文字、東急が運行するクルーズトレインザ・ロイヤルエクスプレスが今月26日から期間限定で運行するのを前に報道陣に公開されました。もともとはやっぱりこう街づくりとこう鉄道とかこう公共のこう交通インフラをつなげてこう街を元気にしていくっていうのが、まあ我々の DNA でもあって、日本のいいところをこう皆さんに伝えたりですね、そして地域が元気になるっていうことをまあもっとトライしていきたいっていう中で、あの JR 四国さんとですね、ぜひ一緒にやろうと。普段は首都圏を走る東急と JR 四国、さらに JR 西日本、JR 貨物が協力して運行するクルーズトレイン。ツアーの日程が3泊4日と長いのが、伊予灘物語などの観光列車と最も違うポイントです。車内に入るとですね、こちら床にはこうした寄せ木細工がありまして、で、天井にはステンドグラスがあしらわれた非常に高級感のある空間となっています。さあ、きらめく旅に出かけようをキャッチフレーズに、岡山から高松、琴平、松山、そしてしまなみ海道を巡る瀬戸内の旅。メインのダイニングカーは寄せ木や組子といった日本伝統の技に、ドイツのステンドグラスを組み合わせた車両と、ウォールナットをふんだんに使ったシックで落ち着いた車両の、それぞれに雰囲気が異なる2両が用意されています。そして瀬戸内の景色を心ゆくまで堪能できる展望車に、一人静かに過ごすもよし、乗客同士の交流の場として使ってもよしのライブラリーなど、5つの車両すべてにワンランク上の上質な空間が広がっています。そしてもう一つ、きらめく旅に欠かせないのが、お作りをお持ちしております。奥の白いものから、こちらが愛南町のアオリイカで、手前がですね、今治のタイでございます。ツアー中、列車内で4回提供される食事です。この日は松山に店舗を構えるミシュラン一つ星の名店寿司伊野の愛媛を味わう握り寿司のコースが提供されました。お願いします。握りをお持ちいたしました。右手から、シマアジ、そしてアオリイカ、最後は小アジになっております。大将の技が光る料理の数々、ツアー中は他にもフレンチやイタリアンのコース料理が提供されるということです。それぞれがやっぱ食材、はい、ご当地の食材とかを使われて、はい、贅沢ですね。ありがとうございます。ツアーでは途中バスに乗り換え、しまなみ海道の眺望を楽しむほか、船を貸し切ってのクルージングも用意。宿泊は琴平、松山、生口島の高級ホテル。まさに四国瀬戸内を満喫できるきらめきの旅。この日停車した西条駅にたまたま居合わせたお客さんは、ちょうど今なんか試験運行してるとかっていうのはちょっと知ってたんですけど、まさかここにいるとは思わなくて、急いで入場券を買って、とってもいいことですよね。なんかその伊予灘物語でしたっけ、もうありますけど、やっぱりこういうのでこう四国全体をこう盛り上げてくれるっていうのはかっこいいです。気になるツアー料金は3泊4日で96万円からと、かなりお高めですが、
今回企画した6ツアー180人分はすでに売り切れたということです。今後これは東急様とか他の関係者とも話はしていくことになると思うんですが、まあ、今回の運行の結果を見てですね、まあ、そういったところも考えていったらと思います。新しい四国の魅力っていうのも打ち出せるんじゃないかと思ってますし、まあ、これによって弊社の観光列車もまたご利用が増えるとか、まあ、そういったところにつながればなと思っております。